天照公大神宮公大神宮の別名。神奈川県川崎市中原区井田中の町にある神社。福岡県かす郡久山町井野にある神社。旧社格は、県社。通称は、井野天照公大神宮、井野公大神宮、井野神社。以下省術する。神殿中愛天皇9年、熊祖聖伐の途中、中愛天皇は、我を祀れば、 戦をせずとも、財宝の国を得ることができるという神の託戦を、疑ったために、そのたたりを受け貸し行くるで放御したと言われる。そのことを知った、神宮皇后は、小山田の村に五木の宮を建て、自ら、神主となり、天照大臣を祀ったとされる。三代実郎熊三十二に、元行元年十二月十五日火の富住地区前国十五意下折、畑新世五意下。 小六くらい下アマテラス人十五位下、とある。室町時代の末期には、都で、大宮の祭祀を司さっていた豊か乳幼児が、座列争いの罪で、武前国営彦さんのふもとに流された時、大宮のご神体も武前に移した。幼児の子、兵庫大部は、神のお告げを受けて、ご神体を犬に移し、見合いを立てた。天正十四年、立花城を攻めた島津氏は、 犬にも侵入すると、兵庫大部はご身体を守ろうと、鎌戸門さんに隠したが、島津兵はこれを奪って、薩摩国に持ち去ろうとした。しかし途中で神のたたりを恐れて、文後国母祖原、八幡宮に収めた。その後、母祖原の宮児に、犬の里に帰すべしとの大御神の託宣があり、母祖原の宮児はその胸を犬に知らせたので、兵庫大部はご身体を再び犬に迎え、 以前の通りをお祭りすることができるようになったと伝えられている。立花城主、つつき節、説、なじま城主、小早川隆影、筑前藩主、黒田長政など、大名も数形した。筑前藩第三代藩主、黒田光之は、遠方5年に別所に社殿を造営し、大宮和宮を遷移し、造営に際して、宮司豊誕生信重と、交渉駆動太勇清重を、 伊勢神宮に派遣して、本殿から鳥居に至るまで伊勢神宮に模して作らせた。アマテラス広大神宮では20年ごとの式年宣宮も行われている。前回は平成19年4月8日に挙行された。ありがとうございます。